いやー、分かってる分かってる。ちょ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 、じゃあもう通れない。制御室戻って、これで終わったら本当に短いゲームだなってだけで済むんですけどね。ここから戻ろう。あれ？でもここからメインエントランス行けないじゃん。ダメだな。いや、こっちだな。こっちから行けるわ。まあでしょうね。でしょうね。プテラノドンだ。でかいな、随分と。蛇行運転。なんでだよ。さあ、ヘリポートにたどり着けるか。うわあ。ねえ、ちょっとふざけんのもいい加減にしろ。来るな、来るのは明確でしょうね。いった、まだ生きてんの？強いね、急に。鍵がかかってる。格納庫。今回は随分と長くなってしまっている。あら、出血してるので回復して、なんだこれは。グレネード弾。なんかあるかな。何もない。戻って、なんだろう、これ乗り越えていけってことなのかな。どういうことこれ。なんだ、どうしろって言うんだ。どういうことこれ。動かせってこと。そういうことなのこれ。邪魔だからこっちに動かす。でもこれは積んだのではないだろうか、このやり方だと。あ、まミスったかも。ミスったな、これ。一回戻ろう。これはこっちに動かすしかないから、それでこの下にあるやつを下に動
おかしいの。多分ね、これこっちを、あ、ちょ、こっちをここに、こっちに動かせば上のやつを上に移動させるじゃん。まあこう言っちゃなんですけど、普通だったら別にそんなそこまで動かさなくても隙間から行こうって考えるけどね。なんかよくわかんないけど、綺麗に1マス移動させたがるっていう。それ取ってグレネード弾、なんかめちゃくちゃグレネード弾手に入るんだけど、ムービーだ。 You okay, Regina? Where's Gale? I don't know. Haven't heard a word from him. なんかけじめをつけるみたいなこと言ってたね。で、何気なく素直なカーカーカー。いやー、そんな簡単に終わるとは思えない。森が騒ぎ出した。何、うーわわー、まあまあなんとなく分かってたけど、こういうゲームでお約束、登場した段階で一回撤退すればいいのに。逃げた。ちょっとこう言っちゃなんですけど、こういうの見るとね、すごいしょうもないなって感じちゃうの。長い。嘘でしょ。見る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 。ヘリコプターに引っかかってろ。なんかあるぞ、あそこに。え？何、一人で安全地帯にいるの？え、ちょっとね、おかしいって。そういうのこのゲームのダメなとこだと思う。ちょ、一回あれ取って。いや、撃たなくてよかっただろ。その音で気づかせる戦法。うわ、来てる来てる。うー、なんで今の攻撃の仕方明らかにズルだぞ。単純に行くとは思わなかったけど、今回めちゃくちゃ長いな。多分途中でカットしてるかもしれない。他を渡るかってどうやって？施設連絡地下通路。ちょっとどこにいるのかな。上の通路か。まあ、もうちょっと進みますか。セーブポイントが見つからないとどうにもできない。ちっちゃいやつらがいっぱいいる。わーい。
More repairs. This whole facility is probably held together with tape and glue. I think I can fix this, but it'll take some time. つまり外にいるちっちゃい子を倒せってことでしょ。まあなんとなく分かってたけどね。ミスった。三段を装備して、はいはい、はい、一人だけか。まあこういう風になったらハンドガンの方がいいんじゃないかと思う。ここは何だろう、資材室。穴が開いてるか、いるな。まだいる。お、なんかあるぞ。まだいるな。死体はメモ残している。メモ読みます。怪物たち、め、一体どこから現れた。必死で奴らの爪から逃れてこんな地下に追い詰められてしまった。この地獄から逃れるにはもう B3 の港に行くしかない。あそこなら研究資材を運搬する船か何かがあるはずだ。しかしたどり着けるだろうか。たどり着けなかったね。搬出用パスカードを取りました。このカードのないスタッフはエレベーターの作動に大きく制限を受けるようだ。麻酔素材を取ります。組み合わせます。はい、ちょっとセーブポイントはそろそろ挟みたいんだが、動画的にも長いしこの後予定があるから早く終わらせてくれ。リック、もうフラグ踏んだでしょ。めたいことを言うけどさ。これがどこに繋がってるんだろうね。大型エレベーター、あーここか。行くぞ。スーパーマン。あ、これであのカードを使うとさらに下に行けるようになるんだね。ん？オーバーヒート？ついた。ゲイル。今まで何やってたのさ。セーブポイントを一回踏んでおきたいところなんだけど。B3搬出室。
ん？バッテリーがいかれてる。あらら。ちょっとな、これはなんだ。お、B さん予備電源室だ。セーブポイントないのかな。あ、え、これ動かせるか。動いた。麻酔素材、ここに来ての麻酔素材。そんな、なわけ、そんなわけ。予備電源の稼働状態が表示されるディスプレイだ。え、どういうことだ。どういうことなんだ。あれ、え、こんなとこあった。あ、え、あ、見逃してたのか。レベル C 以上のキーカードが必要だ。なんかいろいろ必要なんだね。色を揃えなきゃいけないから意味がないと。で、これでとりあえずリックの元に戻りますか。リックはどこにいるのかな。ここにいる。なんかある。グレネード弾は持てません。ちょっと一回だけ麻酔弾代プラスプラス。グレネード弾でしょ。こっち、あれ、こっちじゃない。じゃあそっちか。行く。まあ、とりあえずそれは分かったんだけどさ。どうやらそっちの方にも扉があるようだ。ここはなんだ。搬出エリアの鍵がかかっている。だからさっき開かなかったところが入れるようになってるはず。引っかかってる。何の音これ。シャッターの向こう側から恐ろしい力が加わったらしい。ガソリンの匂いがする。 B さん制御室だ。セーブポイントだ。よかった。はい、というわけで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。かなり長くなってしまったので多分二分割に動画がなっていると思うんですけれども、まあね、やっとカーク博士を発見してヘリポートから脱出できるかと思ったらティラノサウルスの襲撃によって、まあ、結局かなわぬ脱出となってしまい、カーク博士からも、カーク博士も逃げてしまいと。まあ、ここからね、立て直して港があるところへ目指していきたいと思います。探していきたいと思います。というわけで閉まらないんですが、この辺りで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。